あの邪悪な気は空なき。妖魔界離散の際に行方が分からなくなっていたが、こんなところにいたと。姿形は変わってはいますが、あれは紛れもなく奴のようです。激しい戦いで発生した妖気を吸収し完全復活を遂げたというのか。